GCAP ファンボロー航空ショーで次期戦闘機実物大がモックアップされる中、次期戦闘機用ジェットエンジン開発が加速しているとの情報をキャッチしました。今回は、そんな開発加速中の次期 XF9 エンジンの行方を詳しく見ていきますね。デルタウィングで、航続距離と並走搭載量が大幅アップを計画中だが、あまりのデカさにびっくりしています。新進は小型化でステルス性能最強だったけど、エンジンも XF9 の総発装備なら、今からでも量産化体制取れるのではないのでしょうか。どう？フランスのパリ国際航空ショーと並び、世界を代表する航空ショーである、ファンボロー国際航空ショーが、イギリスのロンドン近郊のファンボロー空港を中心に、この2024年7月の上旬に実施され、航空関係者の注目を集めた。ファンボロー航空ショーが西側諸国のみにとまらず、今でも世界的な航空ショーと称されているのは、単なる航空関連の展示内容が豊富というだけではなく、対象の航空機を含む周辺のサプライチェーンをも包括した形式である点が大きいと考えられている。そんな今年2024年のファンボロー航空ショーにおいて、日本とイギリスとイタリアの3カ国が共同開発を進めている GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに関する新たな動きも見られ、日本でも多くの報道がなされた。それは、今回のファンボロー航空ショーの展示に、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいてイギリス側の主管企業であり、その中核を占める BAE システムズ社が、実物大のモックアップを披露したためだ。ここで披露されたのは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの中心である、有人戦闘機の実物大のモックアップであり、機体そのものの詳細な数値等は明かされなかったが、これまでと大きく形状が変化していた。それは、従来までの GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機と異なり、主翼にデルタウィング形式が取り入れられたデザインとなっていた点で、一目でわかる外観上の変化となっている。ただし、これを展示したイギリスの BAE システムズ社の担当者のコメントによれば、主翼がデルタウィング形式となっていた GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機のモックアップは、確定した形状ではないとされている。県の BAE システムズ社は、今回のファンボロー航空ショーの展示にあたり、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機がデルタウィング形式であるのは、あくまでも、現時点での暫定的なものとの見方を示したわけだ。それでも、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機がデルタウィング形式となれば、これまでよりも主翼内に収められる燃料タンクの容量が格段に増加することが予期され、航続距離の延伸に期待が寄せられている。加えて、機体そのものもかなり大型である、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機のモックアップからは、当然、機体下部のウェポンウェイの容積も増しており、兵装の搭載量も増加することが見込まれている。現在、日本の航空自衛隊も、最新鋭の主力戦闘機として調達を進めている最中の、アメリカは、ロッキード・マーチン社製の、いわゆる第5世代戦闘機と呼ばれている F-35 ライトニング 2A 型に比しても、そのウェポンウェイの容量の大きさは明白に映る。無論、大前提として、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機は、現在の F-35 ライトニング 2A 型の先を見越した、いわゆる第6世代戦闘機とも言われているゆえに、その能力を超えることを志向しているのは当然といえば当然でもある。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機は、開発スケジュールの上では、来年2025年中には、機体全体の設計フェーズに入り、2035年までには、日本を含め、参加各国で実戦配備を行う予定とされている。したがって、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機のデザインが、今回のファンボロー航空ショーにおけるモックアップのように、デルタウィング形式となる可能性は、スケジュール上から見ればかなり高いようにも個人的には思える。こうした GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の機体そのものデザインと並行して、その構成要素として、
大きな比重を占めると目されているのが、性能自体に直結する機関部についてであろう。現在のように、日本とイギリスとイタリアの3カ国で共同開発を行う GCAP グローバルコンバットエアプログラムが確定する以前から、日本の IHI 社では、将来の戦闘機用の機関部として、XF9 の開発を独自に行っていた。IHI 社の新たな戦闘機用の機関部 XF9 は、試作機とはいえ、すでに、今から6年前の2018年6月には、防衛装備庁に納入が行われており、翌々年の2020年7月までのおよそ2年間を費やして、その性能を検証するテストが実施された。この性能を検証するテストにおいて、IH 社の機関部 XF9 は、タービンの吸入口付近の温度で1800度以上に耐えられることを示し、かつ、推力もアフターバーナー未使用時に約11トン、使用時には約15トンという数値を記録している。IH 社の機関部 XF9 のこのテストにおける数値は、それが試作機であるとはいえ、現行の F2 も搭載している。アメリカのジェネラルエレクトリック社の F110 に比して、断面積換算での推力は約 30% ほども高いものとなっていた。そのため、この結果が報じられた直後には、日本の航空自衛隊の現行の F2 を代替する後継の戦闘機については、純国産での開発も可能はないかという論調も一部で見られ、悲願である純国産戦闘機の製造を期待する声も噴出していた。しかし、こうした声は、あくまでも、日本の中でも少数派に過ぎず、IH 社の機関部 XF91 は試作機であり、量産化の目途がついたわけでもなく、国防の中枢を担う戦闘機の機関部を、こうした数値のみで語ることをたしなめる傾向の方が主流ではあった。ただし、ここで記録された IH 社の機関部 XF91 の性能に、過大な期待を寄せる主張は、GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の開発を日本がイギリスとイタリアとの3カ国で実施すると決まった後も未だ尾を引いている。いわくイギリスで GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の機関部の開発を主管するロールスロイス社は IH 社の XF91 に匹敵する性能の機関部を開発できておらず、したがって、XF91 をベースとすべきとの論調だ。確かに、ロールス・ロイス社は、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムにおける有人戦闘機の全段階とも言うべきテンペスト計画において、そこに搭載するべき機関部の開発に苦慮していたことは間違いない。しかし、ロールス・ロイス社は、今後の GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムの有人戦闘機において、自国で代替対象としているユーロファイタータイフーンの機関部を手掛けた大きなノウハウを蓄積している。ロールス・ロイス社の戦闘機用の機関部は、ユーロファイタータイフーンの例からも明らかなように、前述したアメリカのジェネラルエレクトリック社、プラット&ホイットニー社とともに、世界の戦闘機の機関部の、実に 60% ものシェアを持つ。戦闘機用の機関部に限らず、ロールス・ロイス社は、船舶用の機関部でも、世界で、有数の実績を持っており、個人的には残念ではあるが、日本の IHI 社が、同社を上回る量産化が、可能な機関部を提供できると考えるのには、無理があると思える。さらに、すでに、現行のロッキード・マーチン社の F3 ゴライトニング2においても、今後の機関部には、航続距離の延伸や、増加の一途をたどる大きな発電能力と、それを実現する上で必須となる冷却機能の実装が強く求められている。こうした実情を踏まえれば、試作機でしかない IH 社の機関部 XF9 に、過大な期待を寄せること自体に無理があると言わざるを得ず。GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機においても、ロールス・ロイス社主導の開発が現実的であろう。日本の IHI 社が開発した XF9 エンジンは、試作段階で非常に高い性能を示しましたが、量産化のめどが立っていないため、イギリスのロールス・ロイス社が引き続き主導することが現実的とされています。ロールス・ロイス社は、ユーロファイタータイフーンの開発で培ったノウハウと、戦闘機及び
船舶用エンジンでの強力な実績を有しており、世界の戦闘機エンジン市場で 60% のシェアを占めています。このため、将来的な開発においても、ロールス・ロイス社の役割は非常に重要であると考えられています。今回の展示で示された GCAP の有人戦闘機の新たなデザインと、エンジン開発における各国の動きは、今後の航空戦力の方向性を示すものとして、各国の軍事専門家から大きな関心を集めています。これからも進展するであろうこの共同開発計画から目が離せません。